ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃ今寂しい場所におるけど。足音だけが響いている。てか、スージーどこ行った？マジで。何あれ？え？何あれ何あれ？気持ち悪っ。笑い声が聞こえるんですけど。え？何これめっちゃ不気味な。暗くて何も見えない。なんか液体垂れてない？え、何？今なんか動いた。何この目玉みたいなの。これには反応せんのかい？絶対なんか動いてるよね、さっき。なんなの？なんなの？これ足滑ら、なんか、なんか動いたって。これ足滑らして落ちる。なんこれ？何がモコモコなりよん？見えんすぎやろ。へえ、なんかもうこれ、目と口やん。血でよるって。下もなんかある？なんか光よる。中で何かが光っている。取る？取ります。グローシャードを手に入れた。何グローシャードって。アイテム。グローシャード。ん？大事。携帯持っとるこの子。電話をかけられる。携帯で発信してみた。通じないようだ。何今の音？めっちゃ不気味やったけど。超不気味やったけど、何今の。グローシャードってなんなんやろ？なんか説明文が出てくれんけんさ。使うって言ってもね。あ、ここで行き止まり？なるほど。じゃあこっち側に進みますか。あ、なんか赤い。なんか飛んできたよ。え、ダメージ受けるの？避けよう避けよう。そういう感じ。これセーブ？光に身を浸した。胸の奥で不思議な力が輝き、闇を駆逐していく。痛みが消え去った。あ、なるほど。HP が全回復。やったー。瞳のパズル。そういう場所なんかここ。なんか書いてあるよ。この地にて真の道を見るは闇に閉ざされし瞳のみ。なんかめっちゃ光よるけど。闇に閉ざされし瞳のみ。え？何？どういうこと？ちょっと待って、これを押すと、このなんか、あれ？どういうことだか、どういうことでしょうか。え、ちょっと待って、意味がわからない、ちょっと。この地にて真の道を見るは闇に閉ざされし瞳のみ。闇に閉ざされし瞳のみ。どういうことだろうか。この状態に何かが正解したら、そこを進んでいけるようになるってことかな。順番にしていくってこと？やとしたら、これ、逆やね。あれ？おお、びっくりした。あ、なるほど。全部を閉ざせってこと。ああ、そういうことね。なるほど、なるほど。あとは？てか、やっぱあれ目なんやね。ここは滑り落ちていく場所。これはなん、ん？なんか壊れた。なんなのこれ。壊していっていいんかな。ちょっと待って、めっちゃすぐ近くにおったよ、今。ほら。びっくりしたー。来るな、それ以上近づいたら、スージーじゃねえか。君もなんか服装変わった？あ、クリス？んだよ、もう。てめえ、ふざけんなよ、ビビんだろうが。こっちがビビるよ、さっきから動きまくって。今度やったら顔面へこましてやるからな。まあいい。今はそれどこじゃねえ。こっから出る方法を探さないと。つっても、ここってどこだ？
てか服装。なんかわかんねえけど、全部てめえのせいだからな。てめえが何とかしろよ。どこ行くの？俺は後ろからついてく。そういうことね。仲間なの君。て。いやねえわ。お前歩くの遅すぎ。どういうこと？はぁ、走ったんですけど。なんかいっぱい瓦礫みたいなのが。お？何やってんの？何これ？突起みたいなんでる。おい見ろよ。誰か手振ってるぞ。なんか用でもあんのかな？手振っ、これかさっきから動きよる影。待って、攻撃やん。やべえ、逃げろ。待って、やめ、やーい、ちょっと待って。そういう感じ？待って。怖い。ハートに当たらんかったらいいんか。そういうことか。あの、戦闘の時と一緒や。ちょっと待って。怖い。あれなん？普通の、こういう、何？フィールド上で、ああいう状態になるん？マジか。クリス飛び降りるぞ。へい。ちょっと待って、今めっちゃ油断しとってあるし。あいつらが吐きよんか。ちょい！なんかさ、こう、本体を避けることに必死になるんやけど、要は、またね、あの、ハートに当たらんかったら大丈夫なよね。本体。器は大丈夫なんや。あれ？スージーは？なんか、なにここ、幻想的なようななんか。お、死んでなかったか。それ何より。で、ここが何なのか分かったか？わからんわ。だよな。俺にもさっぱりだ。そこの家に誰か住んでねえかな。家？てか、これ何？ろうそく？なんこの落書きみたいな家。ん？あ、これ。これ道具屋さん。店のようだが扉には鍵がかかっている。中には誰もいない。これ一軒一軒なんや。はてな。鍵がかかっている。これ宿屋。鍵がかかっている。用心深すぎないみんな。鍵がかかっている。これ武器屋じゃないの。あ、セーブ。行く手には人気のない街を見上げるように城がそびえている。城のてっぺんからは天に向かって止めのなく黒泉が吹き出している。この場所に満ちる力が胸の奥で輝いた。城下町？寂れすぎじゃない？あれ、泉なの？なんだこれ、城か？なんで物置の中に城が立ってんだよ。まあ確かにね。よくぞ参った勇者たちよ。え、そういう感じ？うわ、誰だ？恐れるな。我は敵ではない。さあ、二人とも、前へ。敵じゃないんか、よかった。本当に敵じゃない？よくぞ参った。我はこの王国の王子。え、なんかめっちゃ黒魔術とか使えそうやけど。そしてここは闇の王国である。あ、そういうことね。クリス、スージー、これより我が国に残る言い伝えの話をしよう。いつの日か、二人の光の勇者が現れるとき、時空が語り継ぐ古き予言がなるだろう。ん？光の勇者だな、私たち。闇っぽいけど。勇者たちよ、我の話を聞いてくれるか。まあ、聞くけど。よろしい。では。昔話に突入？昔々、人から語り継がれる言い伝えがあった。それは夢の伝説。それは希望の伝説。なんか二つあるけど。それは光の伝説。それは闇の伝説。どっち？その伝説の名は、デルタルーン。ん？タイトル来たー。1000年もの長きにわたり、光と闇は調和を保ち、世界は平和に包まれてきた。人間とモンスターみたいな感じ、光と闇。しかしこの調和が乱されれば、恐ろしい最悪が見舞うだろう。天は恐怖の闇色に染まり、めっちゃもう世界の終わりやん。地は恐れをののきひび割れる。雷まで鳴り寄るし。母なる大地の鼓動は高まり、地震？ついには息絶えるだろう。枯れるのか。そうして全てが終焉を迎えたかに見えたとき、砂漠になっとるやんもう。希望の光を讃えし、三人の勇者が地の果てより現れる。もう一人は？人間。モンスター。闇の国の王子。あ、この三人で行くの？自分も含まれるんやね。
彼らだけが闇の泉を封じることができる。天使の楽園を破壊できる。え、天使いいやん。彼らの働きにより再び調和がもたらされ、世界は破滅の危機より救われるだろう。天使の力が強くなりすぎとるってこと？闇の泉はこの地を形作る力の源泉。あれを何封じるの？現在は王国の中心にあり、天高く闇を吹き上げている。しかし最近になってもう一つ別の泉が出現。え？これにより光と闇の均衡は次第に崩れ始めている。片方を止めるってこと？向こう側？それが目的？目標？クリス、スージー、長い話をよく聞いてくれた。そなたたち二人こそが伝説の勇者であると我は確信している。いかなる敵が立ちはだかろうとも世界を救うことができる勇気の持ち主であると。さあデルタの戦士たちよ、今こそ己の運命を受け入れるのだ。あーやだね。そういう反応。俺が伝説の勇者的な何かだって？いやねえわ、人違いだろ。でもスージー、君がいないと世界が。だから知らねえっつの。世界が滅ぼうがどうなろうが俺の知ったこっちゃねえから。つかむしろガチで滅んだら面白そうじゃね。つうわけでクリス、こいつの伝説ごっこに付き合いたきゃ一人で勝手にやってくれ。俺はこっから出る方法を探す。あんだけビビっとったのによく一人で行動できるね。あ、スージー待って。なに、誰か来たよ、自転車。ほっほっほー、さっきのやつ鍵的に。勇者どもは早速逃げる気満々だな。まだ僕様の存在にすら気づいていないというのに。これでパパ部から自慢の息子弟子をもらえるぞ。何それ。なんだお前。僕様は悪者だ。俺様ではなく僕様。そしてお前たちはピエロちゃんだ。闇の泉を封じるつもりだろ。そしてお前たちピエロちゃんは世界を永遠の闇から救うつもりだろ。しらばっくれてもらうぞ。お前たちが東へ行くことは分かりきっている。帰るにはそっちへ行くしかないからだ。めっちゃ情報を言ってくれる。アホなんやね。しかし、このランサー様が阻止してやるのだ。すでに完璧な作戦を用意してある。手順はたったの2つ。ステップ1、お前たちをボッコンボッコンにする。教えてくれるんや。ステップ2、お前たちは負ける。確かにうまい作戦だな。そう?ああ、だから。その作戦、うちらが採用させてもらうぜ。おい、ランサーが飛び出してきた。待って、これさ、多分ね、あれやと思うよ。アンダーテール的な感じで、一匹も倒さずにクリアとか、そういうのになんか変わる気がするけんさ、逃がそう。クリスはランサーを逃がそうとした。しかし名前が黄色くない。あ、そういうことか。そっかそっか。どうすればいいの？めっちゃ攻撃するやん。そこまでだ。この自転車は勝利を燃料に。ああ、痛い。あれ、なんで俺斧なんか持ってんだ？まあ、いっか。待って。あ、行動？ちょっと待って。これ、防御。逃がす。アイテム。戦うなよ。戦うなよ。行動？ランサー。分析、警告、褒める。分析、警告。警告？ランサーにスージーの攻撃に気をつけると伝えた。ランサーは身構え、あ、そういうこと。なるほどね。あ、これで避けてくれるってこと？ボコられるの大好きなお前らをボコってやる。あ、そうすれば、倒さずに済むということかしら。ランサーはギアを適当にガチャガチャやって凄腕ライダーを気取った。警告警告ってしよったらいいかな。ランサーは笑い飛ばした。お前なんかに注意してもらわなくても平気だよ。油断すんなよ、おい。お。ねえねえ、みんな、この後暇？そういう風に言ってくる人って大抵無視されるんじゃない？警告。私は延々と警告しよればいいんかな。ほほほ、僕様は悪者だ。今の当たったのか？いや、当たってはいない。大丈夫なはず。待って、タンマ。自転車がガス欠しそう。それは自転車なのかい？おのれ、悪運の強い子ちゃんたちめ。今回はドローということにしてやる。だが次はお前らが歯医者さんだぞ。歯医者さん？なんか違う言葉になるけど。わははは、さらばだ歯医者さん。早く帰らないと晩ご飯に遅れちゃう。
かわいいな、おい。あ、いたのね。二人とも大丈夫ですか？まだちゃんと自己紹介してませんでしたよね。僕は、あのさ、そのフードいい加減脱いだらどうだ？もごもご言ってて何言ってっか全然わかんねえんだけど。あ、そうですね。はじめまして。僕、ラルセイと言います。クリスさん、スージーさん、お目にかかれてとっても光栄です。僕たちきっといい友達になれると思います。だから、うちに帰るには東へ行けばいいんだろ？そう、東へ行くとそこには、わかった。ん？何かあるの？じゃあクリス、学校でな。東じゃなかった。あ、二人だけになっちゃいましたね。あっち東。クリスさん、僕は確かに王子なんですけど、今は僕の住める町に住んでる人は一人もいなくて、だからここで一人でずっと待ってたんです。あなたたち二人が来るのを、ずっと、ずっと。だから、あえて本当に嬉しいな。クリスって呼んでもいいかな。仲良くしてくれたら嬉しいな。スージーを探しに行こう。きっと南東の方へ向かったはず。なぜ南東？さあクリス、君がリーダーだよ。なぜリーダーにさせられた？こっちの扉は？クリス、早くスージーを追いかけた方がいいんじゃないかな。ここへは旅が終わってからまた戻ってこよう。その時は僕が美味しいケーキを焼いてあげるね。王子様ケーキ焼くんすか？いいね。孤独な王子ラルセイが仲間になった。モフモフボーイの力が胸の奥で輝いた。モフモフボーイかわいい。はい、セーブします。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな？スージーは結構乱暴な感じで相手を攻撃しよったけど、ラルセもやっぱり攻撃するんかな？やとしたら警告し続けるべき？私の役目もしかしてそれだけ？今までずっと一人でやったもんね、戦闘、アンダーテールは。新鮮。